ピアノ30奏曲第2番保短調作品67はドミートリー・ショスタコービチによって1944年に完成された室内楽曲。ロシアにおけるこのジャンルの伝統を組んで追悼音楽として構想され、作曲者の親友イワン・ソレルチンスキーの強くに検定された。1944年11月14日にレニングラードにて初演された。 以下の四学章よりなる。アンダンテ・アレグロ、ノントロッポラルゴマイナス・アレグレット第一学章は、チェロ独奏のハーモニクス主題によって開始する。この主題は、やがて緩やかな学説へと発展し、チェロと弱音き付きのバイオリンによって、セーブ交換によって提示される。すなわち、そこではチェロが絶えず非常に高い音域を奏でる中、バイオリンが、 より低い音域を奏でているのである。第二楽章は古典的なスケルト楽章、第三楽章は伝統的な感情楽章の役割を果たしている。前者は至ってキビキビした性格を持ち、後者は相席の念を含んでいる。修学章は第三楽章から切れ目なく続き、作品全体で最も長い楽章となっている。非常にリズミカルな楽章で、 作曲者によって容赦なく打ち込まれたユダヤの旋律を中心主題として形成されており、最終的にこの主題が学章の後半に入って山場を築き上げるのである。修学章ではこのユダヤの主題の他に先行学章からの引用句も含まれている。第一学章からは緩やかな開始の学区がテンポを早めて再登場し、 第二楽章からは開始の緩やかなピアノの楽好が修学章の結びの直前に現れている。修学章については墓場を歩き回るというイメージで作曲されたとの噂話も伝えられており、バイオリンがピッツカートで提示する主題が墓場に眠る遺骨の上をうろつく男を描写しているのだと言われた。このユダヤの旋律は自作の 原学四重奏曲第8番の第2学章においても引用されている。ありがとうございます。